BC ワークス。こんにちは、BC ワークスのトモです。今日はTackのHow toをお届けしたいと思います。Tackもいろいろやり方がありますが、今回解説するのはToeside からヒールサイドへのTackで、後ろ手でウイングを押すタイプです。後ろ手でウイングを押すというのも冗長なので、プッシュTackとでも呼びますね。Tackの難しさの一つは片手でのウイングのコントロールですが、プッシュTackはウイングの調整がしやすいというメリットがあります。また普通のタックより大きな円弧を描くのでダイナミックな動きになります。それでは始めます。レギュラースタンスでの解説になります。まずトゥーサイドで安定して走らせます。姿勢と風が安定したらじわっとターンに入りながら前手を右耳の横に持ってきます。この時頭を越えるあたりで後ろ手を離します。この動作でボードより少しウイングが先行する形になります。しっかりボードを傾けてターンしながらリーディングエッジに手を添えます。ボードより先行させ続けるようにウイングを押します。この時上体が起き上がらないようにしっかり前足に体重を乗せられるポジションをキープしてください。ウイングが風軸を越えたらリーディングエッジを上に押し上げて風を入れます。ウイングが風をはらんだら一気にウイングを持ち替えます。この時後ろ手で迎えに行くだけでなく前手で引き寄せることも忘れずに、後ろ手でハンドルを掴んだらウイングを前に出して速度を回復します。もう一度別アングルでじわっとターンに入りながら前手を右耳の横に持ってきます。この時頭を越えるあたりで後ろ手を離します。この動作でボードより少しウイングが先行する形になります。しっかりボードを傾けてターンしながらリーディングエッジに手を添えます。ボードより先行させ続けるようにウイングを押します。この時上体が起き上がらないようにしっかり前足に体重を乗せられるポジションをキープしてください。ウイングが風軸を越えたらリーディングエッジを上に押し上げて風を入れます。ウイングが風をはらんだら一気にウイングを持ち替えます。この時後ろ手で迎えに行くだけでなく前手で引き寄せることも忘れずに、後ろ手でハンドルを掴んだらウイングを前に出して速度を回復します。初めのうちはどれぐらいウイングを押したらいいのかわからないと思います。とりあえず試しに適当にガバッと思いっきり押しちゃってください。きっと急に風が入って後ろに引っ張られるようにこけます。するとこんなに押したらダメなんだなとわかると思いますので、だんだん押す量を少なくしていけば押し具合がわかるようになると思います。なおプッシュタックに慣れてきたら普通のタックもやってみましょう。プッシュタックと普通のタックの違いは右耳の横に持ってきた右手の高さです。肩ぐらいまで右手を下げると普通のタックになります。プッシュタックを繰り返していると押さなくてもタックができるようになります。押してもリカバリーでちょんと押すだけになったり、どちらもできるとよりミスが減ります。普通のタックを練習してるけどなかなか安定しない方もぜひプッシュタックを試してみてください。それでは今回の動画はこれで終わります。今後もハイネケンジャイブやバックウイングなどのハウトゥーをアップしていきたいと思います。高評価、チャンネル登録等していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。